待ってたよ、もう待ってた、みんな待ってたよ。うん、宮城さんも金城さんも石峰さんもみんな待ってた。おかえり世界のうちなんちゅー。今日の曜日、木曜日、沖縄県でとっても流行ってるポーズを教えるから一緒に見ていてね。いや違う、一緒にやろう。木曜のマゲヒラニュースでゴー。そいやっぱめでたいな、昨日からか。いよいよ始まってしまいましたね、世界のうちなんち大会。うわぁ、見た？国際通りのあのパレード見てない人教えてあげよう。誰が？琉球新報が、ドレー5800人帰ってきたよ。わんさかペルーでしょ、ブラジルでしょ、中国の方もそうだし、ハワイな、ボリビア、もう世界各国からおかえりさん。そしてここで交わされるもうハイタッチの数ね。もう一人でちょっと5800人分のハイタッチはちょっとしかねるけど、大体再現で言うとこんな感じよ。で、今日いよいよ開会式行われます。お昼の12時からね、沖縄セルラーパークではウマンチュ大交流会っていうのがやっておりますから、これ9時までやってるんだけど、その時間中の17時からはいよいよ開会式と。妙な高揚感に包まれてると思いません？この沖縄全島がもう一面だけじゃこと足らんと、我々はもっと語りたいことがたくさんあるよ。ということで見開きドッカンです。これだけじゃないんだよ、手つなぎましたみんなで。これすごくない？ SNS で声かけたんだって、みんなで手つなごうって。そしたらみんなカシャ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 ってこう写メ送ってくれたんだとさ、もう100名以上の方々がですね、中面もだよ、ほら、沖縄から世界に旅立っていった方々がどこにどれぐらい行かれたのかっていう、でその歴史的背景も踏まえ、うちなんち大会というイベントに参加すると、あなたが感じる笑顔の向こう側の奥行き、もうすごく深くなるから、みんなこんな風な思いで旅立っていったんだな、こんな努力をされたんだな、こんな苦難もあったんだな、だけどこうやって沖縄を誇りに思うことで今日という日を迎えているんだな、共に感謝してハイタッチしてるんだな、深い。あ、これ今欲しくなってるでしょ、欲しくなってるでしょ、あの販売店に駆け込んで、または琉球新報にお問い合わせ。ちゃんとね、イベントごとの詳細についても書いているし、地域のイベントスケジュールなんかもちゃんと記載してくださってるんですよ。これからね、どんどんね、国境の垣根はなくなっていくと思うのさ。あの言語が違えど思い方が違えど、僕らは人間であるというところからあのつながっているし、で我々はうちなんちとしての誇りみたいなものはね、こうどこに行ったっていつになったって消えやしないんだなっていうのをこうすごく感じる、そんなイベントになっているはずですので、皆さんぜひぜひですね、共に手を取り合って新しい世界との交流を今日という日からスタートしてみてはいかがでしょうか。皆さんそれでは世界のうちなんち大会に行ってらっしゃい。木曜のマゲヒラニュースでゴー。さよなら。